8月21日でですね収まっていくということはなかなか難しいということでありますので、やはりその期間も延長させていただいて、この対策をね、しっかりやっていくと。愛知県ではおととい過去最多の1万8862人の感染者が確認されているほか、最新の病床使用率は 82.1%、 自宅療養者は12万1437人と過去最多となっていて、感染の拡大が続いています。こうした状況を受け、大村知事は今月21日が期限となっている BA.5 対策強化宣言の期間を今月31日まで延長すると発表しました。また新たに BA.5 対策緊急アピールを出し、感染対策のより一層の徹底を求めました。期間は今月21日までで、医療機関の負担を緩和するため、軽症や無症状の人は休日や夜間の受診を控え、平日の日中での受診を呼びかけています。 BA.5 対策強化宣言の期間延長に街の人は。ご存知ですか？知らない、はい、でももう各自、ね、できることはやってるんじゃないかなと思うんですけど、危険なのかなっていうのは思うので、まあ、た期間が延びるっていうのはちょっと、まあ、自分的には、まあ、いいことなのかなって思うんですけど、まあいいんじゃないですかね。まだ全然収まる感じではないですし、